今回はなんとね、来週中にアップデートが来ることが判明したんよね。まあ来週のどのタイミングっていうのはまだ判明しないんだけど、だから今回はそのね、次のバージョンのアップデートでどんなものが追加されるかっていうのを紹介していこうかなって思います。まあコラボ系だったりイベント系、あとはワンチャンあるかもってやつとか、武器に関する情報とかね、まあ、新スタイルとか、まあいろいろあったんで紹介していこうかなって思います。まずはね、バトルパススキンたちの何スタイルっていうんだ、シークレットスタイルみたいな、スーパースタイルみたいなやつが多分登場するだろうね。まあ登場するまでっていうのが残り15日とかになってるよね。そしてまあ来週のアップデートがあって、そっからね、次のアップデートっていうのが2週間後なんよね。まあ多分今回のアップデートは火曜か木曜にあったと思うんだけど、まあそう考えたら、まあアップデートの日にち的に、まあ次のアップデートでこのスーパースタイルっていうのは登場しそうだね。まあ誰が来るんだろうね。なんかいつもってさ、2回目のアップデートでこういうスーパースタイルって来るんだけど、なんか今回はこう見ると結構早いよね、登場するの。まあこれはね、結構楽しみ。そしてね、次はね、もしかしたら昨日の夜追加されてる可能性もあるんだけど、多分マイダスたちが次のアップデートで帰ってくるんじゃないかな。もうクエストとかさ、マグマパニックに関する情報っていうのがもう全て公開されてるよね。そう考えたら次のアップデートできそうよね。まあまずはマイダスが帰ってきて、マイダスの新スキンっていうのが登場するね。まあこれはまだショップ関係の情報とかは分かんないけど、まあ多分アイテムショップに来るやつ。そしてマグマパニックが帰ってきて、まあマイダスプレゼンツマグマパニックっていうのが登場するね。そして2種類のマイダス関係のクエストが来て、まあ今画面に映ってるアイテムたちがクエストの報酬として無料でゲットできるね。これも楽しみだね。そして多分昨日追加されたんじゃないかな、まあ新しいドラムガンがあったと思うんだけど、まあ多分マイダスのドラムガンっていうのもこのタイミングで来そうだね。もしかしたらもう来てるかもしれないんだけど。そしてね、次はね、来んのが確定っていうよりかはワンチャンあるかもってやつなんだけど、もしかしたらお詫びがあるかもね。フォートナイトってさ、このチャプター5シーズン2が始まる前にいろいろね、バグが起きちゃって、ダウンタイムっていうのがね、合計多分18、17ぐらい、すんごい長い時間続いちゃったよね。それに対してのお詫びとかがワンチャンあったりするんじゃないかな。まあ多分お詫びがあんなら今回のが最後のチャンスだと思う。まあ現実的に考えたら無料バトルパスとかはないと思うよ。まあなんかバックアクセサリーやらエモーティやらのね、なんだかの報酬は欲しいよね、お詫びは。まあワンチャンあるかも。次はね、今やってるとあるイベントに無料報酬っていうのが追加される可能性があんね。まあ、なんとね、3月の11日あたりからランタンフェスティバルっていうのが開催されてるよね。まあクリエマップっていうのが登場してて、まあ期間で言うと1ヶ月間ぐらい続くのかな。まあこういうランタンフェスティバルって、まあ結構前から続いてて毎年あるんだけど、今年なんとね、何も無料報酬がないっていう。そして無料報酬になりそうなアイテムっていうのが2つあるよね。それがなんと、今やってるランタンフェスの、まあ、登場した新スキンがあったもんよ。こいつと同じね、セットの武器ラップとツルハシっていうのがあって、ショップで販売できないアイテムになってるよね。まあ、こいつらが無料報酬になって、まあ、次のアップデートに追加される可能性があるんじゃないかって言われてる。まあ欲しいよね。なんか最近こういうイベント系の報酬ってないもんね、あんまり。まあワンチャンあるかもね、これは。そしてね、次はね、コラボ系でいくつか登場する可能性があるやつなんだけど、まずはね、呪術廻戦コラボパート2が次のアップデートで来る可能性が高い。まあ、まずね、このリーカーがいるんだけど、この人っていうのは、まあ大体発言したのがマジで、ちゃんとその通り来る、まあすごいリーカーなんだけど、この方がこんな感じでね、呪術廻戦コラボを聞かれて、まあ3月の下旬あたりに来るよってね、リークしてるっていう。まあそれもあるし、今回のアップデートのまた次のアップデートでワンチャン来るかもって前疑惑があったんだけど、そこではね、
アバター伝説の少年アントの大型コラボが行われるんよね。そう考えたらこのタイミングはなさそうじゃん。だからまあ今回の、まあ来週来るアップデートで来る可能性が高いんじゃないかって言われてる。そしてまずこのねコラボレーションでパンダが登場するんじゃないかって言われてたと思うよね、コードネームから。これっていうのはこの呪術廻戦のパンダのことではなかったっぽいね。だから、まあ、このパンダが登場するのが確定したわけではなさそう。そして呪術廻戦カップっていうね大会も来るみたいだから、まあ、このコラボレーション楽しみだね。そしてね次は今年のね3月30日っていうのがバットマン85周年記念になってるみたい、まあ、85周年になってるみたいなよね。そして最近このバットマン関係で今後登場するかもってねリークされたやつが2つあって、それがバットマンの車のバットモービルとバットマンに登場するロビンっていうキャラクターのリークがあったよね、まあ、タイミング的にここが一番いいじゃん。だからもしかしたら次のアップデートでバットモービルとあとロビンが登場するかもしれないね、まあ、最近 DC の新スキンっていうのはなかったからめちゃめちゃ来てほしい。まあ可能性としてはさこのタイミングが一番いいじゃん絶対。これはありそう。これかまた次のアップデートって感じかな、どっちかに来そう。そしてね次もコラボになってんだけど3月の、まあ、日本で言うと3月の29日海外だと3月24日とかかなあたりになんとねゴーストバスターズの新しい映画っていうのが公開されることが判明してるんよね。そしてこのゴーストバスターズに関するリークっていうのもあってゴーストバスターズの車っていうのが今後フォートナイトに登場するよっていうリークがあったよね。もうこのタイミングが一番いいじゃん、映画が公開されるってタイミング。だから、まあ、もしかしたら次のアップデートでこのゴーストバスターズの車そしてゴーストバスターズの昔のコラボで登場したスキンとかツルハシとかそいつらが再販される可能性があんね。個人的にね再販するならこのタイミングしかないと思うよね。マジでこれは可能性としてはありそう。まあ車とかめちゃめちゃいいしね、超欲しい。まあゴーストバスターズのスキンっていうのも800何十日間か再販されてなくてレアなやつだし、まあついに来るかもね。そしてね最後は新武器関係だね。今いくつかね今後登場することが判明してるアイテムっていうのがあって、まあ何かしら次のアップデートで登場しそうだね。まずはねこれは昨日追加された可能性があるんだけどドラムガンになってる新しい、まあこれは武器のカスタムができるようになったドラムガンだね。そしてもう一つが同じく武器のカスタムができるようになったハンドキャノンっていうのも今後登場するみたい。そしてもう一つがね名前忘れたんだけどアサルトライフル、まあ以前登場してたアサルトライフルが見た目が変わってね登場するってことも判明してる。まああとはシールドバブルジュニアだったりあの新しいバナナとかねいくつか登場予定の武器があるから武器っていうかアイテムこの中から何かしらがね、まあ、今回のアップデートで登場するかも。まあ今んところ分かる来シーズンの情報って言ったらこんな感じかな。個人的に呪術廻戦コラボそして新しいマイダスとマグマパニックあと新武器この辺がマジで楽しみ。あとマジで今回お詫び欲しいよね。ほぼ一日潰されたようなもんじゃんアップデートで。もうこれも来てほしいなって思う。